はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていこうと思います。前回ですね、マウンテンキューブをクリアしたところで、メビウスが仲間になりましたので、ちょっとメビウスを入れてみました。ウルトラマンメビウスですね。で、これからウィズダムキューブという、まあ、研究所を目指していくわけですけれども、一旦また何でしたっけ、マウンテンキューブを経由してということになるみたいなんで、どっから行けばいいんだ、なんか囚われてたところって言ってたよな。中継地点5でいいのかの、こっち側か、そうするとなんかユニコーンめっちゃ食らった気がすんな。ウィザードのレベルが上がった。とりあえず回復させましょう。こっちですね。で、こっちか。こいつらは残に弱いと。OK、なんかめっちゃ食らうな。あ、間違えた。ここですね。この奥、こっちが行ける。ゴッドガンダムは扉を調べた。鍵が壊れている。妙な壊れ方だな。金属が溶けたのか？結晶みたいになってるぞ。どういう物質だ？金属の一種だろうが、これは見たことがない。未知の金属だ。 DG 細胞ではないようだな。ん？いけんの？あ、いけるし。ん？なんだこの部屋の状態は。光に聞いたらどうだ。太郎は拠点の光に連絡し状況を伝えた。映像を見る限り部屋の様子は前のキューブのかけらがあった場所と同じだ。するとマウンテンキューブのかけらはここにあったということだな。ああ、おそらくそうだろう。持ち去ったのはネバーだろうな。だとしたらかけらは今やつらの研究所だ。その線が濃厚だ。 D ゲートの発見を急いでくれ。わかった。敵は変わるかな。うん、変わらないですね。このままガンガン攻める。ガンガン行こうぜ。で行きましょう。うわ、破壊された。全然ガンガン行ってない。うわ、なんだなんだ、食らうな。回復回復。そうか、装備をちょっと変えたんです。マックブラスターにしました。マックブラスターの説明が見れない。時々敵をひるませることができるっていうことで、全然鍛えてないんで多分弱いっすね。他のエリアに移動できるようだ。 OK。 おー、なんかいるというか、なんかあるというか。あった、 D ゲートだ。おい、後ろ何か来るぞ。おー、リボーンズ。背後から音もなく現れたのはリボーンズガンダムだった。意識がなさそうっすね。リボーンズガンダム、やる気か。いや、攻撃の意思はなさそうだ。リボーンズガンダムは何も言葉を発することなく D ゲートの中へと消えていった。何なんだあいつは、気色悪い。よし、我々もあの中へ入ろう。行きましょう。
お、ウィズダムキューブ研究室 B1。 あ、早速ありますね、中継地点。 OK、 これはじゃあ中継地点を経由してくる感じか。敵はまだ出ないですね。ここが研究所か。逃げたリボーンズガンダムは見当たらないな。逃げたわけじゃないだろう。ああ、それもそうだが、この異様な静けさも気になる。確かに。とりあえず敵が出てきた。ん？何これ？クズヤミー。このままご了承いけるかな。うわー、ちょっと待って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 。マシンキャノン使って攻撃がカットされるな。オッケー、あとはご利用していきます。打撃が多分カットされますね。打撃をカットしてくるのがちょっとめんどくさい。ここからは通れないようだ。はあはあはあ、お、なんかいる。おお、マスカレイドだっけ。あれ、おい、なんだあれは。マスカレードなんとかじゃないのか。あの妙な動き、前のキューブであったリボンズガンダムに似ているな。うん、なんかゆらゆら揺れてますね。ちょっと扉が多いな。お、またゆらゆらくん、デナンゾン出たな。デナンゾン来ないならこっちから行くぞ。ん、ゴッドガンダムたちの攻撃でデナンゾンは行動不能になり、その場に倒れた。余裕だな、行くぞ。いや待て、様子が変だぞ。デナンゾンはゆっくり立ち上がると再びヒーローたちに向かって歩き始めた。ダメージを受けた箇所は修復されている。自己修復、ぐわっ、完全に破壊するんだ。わかった。粉々だ、さすがに生きちゃいないだろう。ん？この破片よく見てみろ。破片はデナンゾンのものとは異なる銀色の金属に変化していた。この金属の結晶はマウンテンキューブでも見たな。壊れた扉の鍵が同じように結晶化していた。未知の金属か。なるほど、再生するみたいですね。まあ、DG 細胞とかでも再生しそうだけど。マスカレート銅板とか倒れている。体の表面は未知の金属に侵食されていた。なんでこんなことになってんだ。この金属の侵食が致命傷になったのだろうか。たく、一体何なんだこの物質は。 DG 細胞の一種だという可能性も捨てきれないな。この金属、あーでもあれか、 00 の殺菌がいるってことはエルスかもしれないですね。ガンダムネタはわかります。ガンダムネタしかわかりません。むしろくらえ、何倒せないかーったらご了承できるはずだ。そうか、リボーンズがゆらゆら揺れていたってことはエルスの可能性がありますね。こっち全く道がわからん。とりあえず宝箱800なんだっけ。M、 いまだに通貨の単位が覚えられない。マシンキャノン撃って、あとはゴリ押し。お、何これ、電撃もしや。痛え、うわ、
エネルギーフィールドか体力に気をつけないとまずいぞ。イエス。5かな、減るのは。ミノフスキークラフトが売ってましたね、そういえば。アイテム屋さんに。なんだ？そこにはネバーの構成員と思われる遺体が散乱していた。いずれも元の姿が判別できないほど未知の金属に侵食されていた。一体何が起きたんだ？遺体をちょっと見たいですね、その未知の金属に侵食された。ここには何もない。おっと、バックアタック。2人だからこのまま押すか。とりあえず一旦かければ倒せんな。ユニコーンがキル属性ですからね、残属性っていうのか。お、ここは広い。おお、やっぱなんかあったか。あー、 GNX ジンクスだっけ。お前たちヒーローか。お前は確か、思い出した、ジンクスだ。前のリゼスの戦いじゃ随分と邪魔してくれたな。待ってくれ、今の俺たちは敵じゃねえ。元の世界でお前らの仲はダブルオーたちとも共闘している。分かった、信じよう。信じるの早えな。その代わり、もし知っていれば教えてほしい。ここで一体何が起きたんだ。ああ、話そう。異変によってこの世界に取り込まれた俺たちはネバーと名乗る連中に捕まり、ここの独房に囚われることになった。ところがネバーの研究していたエルスが暴走を始めた。あー、やっぱりエルスですね。研究員や警備兵、捕まっていた仲間たちが襲われ、侵食され、ほとんど全滅させられちまった。しかもこのエリアはエルスを封じるために放棄され、隔壁で閉鎖されちまったってわけだ。エルス？ああ、エルスっていうのは、うん、おー、エルスっすね。ん？エルスだ、逃げろ。ぐわー、ジンクス、俺のことはいい、逃げるんだ。しかしエルスの数は多く、逃げる間もなくゴッドガンダムたちに襲いかかった。お、戦闘だ。バックアタック。おー、ない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 、結構食らったよ。なんかピコン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 されたけど、ちょっと分かんなかったから。ヒールレインを使いましょう。ウルトラパンチ、メビウスパンチか、なんか効くのかな。とりあえずドラゴンブレス。うわー、減る。おお、仲間を呼んできた。死んだ。遅かったか、ユニコーンより早いか、攻撃が。マジで。どういうこと。とりあえず蘇らせるか。ピカピーと。光属性はどうだ。あれ、めっちゃヒットポイント少ない。もしや。ドラゴンテイル、反対か。ドラゴンブレスをちょっともう一回使うか。これが厄介だな。うお、復活キーと。ドラゴンブレス、 OK。 なんか厄介な敵だな、エルスは。お前ら、あれほどの数のエルスを倒すとは大したもんだ。4体しかいなかったけどね。エルスの侵食が止まらねえ。俺はもうダメだ。それよりお前らに頼みがある。なんだ、聞いてやる。この先にガデラーザっていう仲間がいる。そいつと一緒にエルスと戦ってくれねえか。そいつはイノベーターっていう特殊な素質を持っていたがためにネバーに実験台にさせられていた。ガデラーザ、図体と態度はでかいが悪いやつじゃねえ。頼んだぜ。ガデラーザいるんだ。その言葉を最後にジンクスはエルスに完全に侵食され息を引き取った。ジンクス、分かった、お前の思い受け取った。
ガゼラーザ本編ではカマセイヌでしたからね、完全に。うわー、 SP がだいぶなくなってんな。どっちだ。おー、またエルスだ。エルスか。どういうことだ、俺たちを素通りしている。助かったな。だがエルスの行き先が気になる。追ってみよう。どっち、こっちに行った。信じるんだ、自分のなすべきと思ったこと。お、アイザック、なんか珍しいやつがいるな。おー、間違えた。いてーガードされる。回復させなくていいかな。ダメージ床があるな、こっちは。おっと、エルスか。奥へ逃げた。追うぞ。逃げたのこれ。おお、ダメージと同時に敵か。スラッシュ、オッケー。お、2つ一気に手に入れた。ライダーがちょっとピンチだなとか言ってるけど、マジックパワーがないからな。だいぶ吸い取られた。お、なんか今エルスっぽいのいましたね。見ろ、エルスだ。誰だ、応戦しているやつがいる。ガデラーザってやつか。ガデラーザ、まだ来るのか、エルス。うわー、このもののけどもが。ああ、頭に響くんだよ。そこにいるのは誰だ。ん、そうか、貴様らもエルスか。やめろ、俺たちがエルス、どういう意味だ。擬態したって俺は騙せねえぜ。グア、ん、叫びが聞こえない。貴様ら違うのか。当たり前だ。それに擬態ってどういうことだ。すまない、エルスは一度取り込んだものに擬態する能力があるからな。それかと思った。擬態か。お前ガデラーザって言うんだろ。なぜ俺の名を。ジンクスに言われたんだ、お前と力を合わせてエルスを倒せと。そうだったのか。ああ、大まかな話はジンクスから聞いている。君がイノベーターズということも。そうか。だがなぜネバーはエルスの研究にイノベーターを必要としたんだ。エルスは俺たちイノベーターと同じく能量子波を発する。能量子波同士は引き寄せ合い対話が生まれる。引き寄せ合う。エルスが我々を無視して君に向かった理由はそれか。ああ、その性質を利用してネバーは俺に情報収集をさせようとしたんだ。だが奴らの能量子波はただの叫びにしか聞こえない。あれは苦痛だ、頭に響いて。だから倒すしかないんだ。エルスを利用して、間違えた、エルスを倒してその後はどうするつもりだ。俺を拘束しモルモットのように扱ったネバーへ恨みを晴らす。ならば手を組もう。ネバーは共通の敵だ。ほう、どんな恨みがあるんだ。仲間がネバーに連れ去られた。そいつの名前はダブルオー、知っているだろう。ソレスタルビーイングのモビルスーツか。なるほど、やつもこの世界に来ているとは。いいだろう、戦力は大いに越したことはない。とにかくまずはこの閉鎖エリアを突破することだ。それと奥の独房に何種類かのモビルスーツが囚われていた。ダブルオールはその中にいるかもしれない。本当か。ああ、もっともすでにエルスの餌食になっているかもしれないけどな。
奥の独房か。調べてみる価値はありそうだな。俺は閉鎖隔壁の鍵を探しに行く。お前らは仲間を探せ。運が良ければ隔壁の前で落ち合おう。わかった。ガゼラーザ結構仕様らしいっすね。ああいう会話をするタイプではないね。これはゴリゴスか。2体だったら攻撃でいけますね。ダメージか。おお、なんだなんだ。電気系統に異常が？エルスが侵食したせいかもしれないな。え？見て。5ずつ減ってきますね、これは。やっぱり。電子ロックは解除されている。やはり電気系統がショートして故障しているようだな。このまま行きましょう。通れない。この扉は頑丈そうだな。おそらくこれが隔壁だろう。さすがに開かないな。なんでだ？他の扉は開いたじゃねえか。この扉だけ電気系統が違うのかもしれない。やはりガデラーザが探しに行った鍵が必要らしいな。とりあえずじゃあ無視して、キングオブハートの実力を見せてやる。オーケーオーケー。一旦ずつ倒すか。よしよし。ゴッドがそろそろレベルが上がりますね。この辺りか。ガデラザの言っていた独房エリアってのは、実験台のモビルスーツが多数囚われていたらしい。ダプローがいる可能性もある。まあ大体いないんだよね。扉が開いてるな。電子ロックが解除されたからとっくに逃げ出したのだろう。ここは閉鎖エリアだぞ。逃げると言ったってどこへ。エルスの餌食になっちまったのかもな。誰もいない。誰もいないっすね。ここは、てかこの敵とかはなんで出てくるの。エルスに侵食はされないの。うわー、痛ぇ。おー、減る。とりあえずヒールレイン。なんもないっすね。このまま奥へ進むか。あ、ここも独房エリアか。うわー、いっぱいいる。これはちょっとめんどくさいな。ロッドスラッシュタイフーン全体。あ、ビームガトリング。こいつは全体攻撃ないな。よし、これでいくか。オッケー、レベルアップ。ここも何にもない。この奥はとりあえず道が続いてますね。これは勝手になった。ん？ここは閉まってるな。だが鍵は解除されているぞ。手動で開きそうだ。誰もいないのか？お前ら。あ、ダブルオー普通にいるし。ダブルオー太郎、無事だったか。ああ、なんとか。よかった。でもなぜ逃げもせずここに。状況が変わるのを待っていた。下手に外に出れば引き寄せられたエルスに襲われる。そうか、お前もイノベーターだったな。お前もって他にも誰かいるのか。ガデラーザという男に会った。同じように囚われて実験台になっていたらしい。ガデラーザ、あいつもこの世界に来ているのか。この様子じゃ対話には成功しなかったようだな。ダブルオー、お前も実験台に。ああ、ネバーは能量支配によるエルスの制御を企んでいた。その実験として俺はエルスとの対話を強いられた。だが俺は力を失った影響で。
エルスの膨大な能量支配を受け止めることができず、対話は失敗に終わった。力か。太陽炉を失ってしまったからな。これでは満足に GN フィールドも展開できない。だがネバーは俺に太陽炉と引き換えに配下になれと迫った。どうやら奴らは2機の太陽炉を手に入れ、このエリアの倉庫に保管しているらしいんだ。だったらそいつを奪い返す。そうすりゃお前もまともに戦えるんだろう。ああ、力を貸してくれるか。当たり前だ。その時ダブローの背後に何者かの気配を感じた。誰だ。おお、リボーンズガンダム。リボーンズガンダム倒したはずだぞ。なぜ貴様が。前のキューブからうろうろしていたやつだ。ぐダブロー大丈夫か。様子がおかしいぞ。本当にお前はあのリボーンズガンダムなのか。リボーンズガンダムは無言でゴッドガンダムたちに襲いかかってきた。え、なんでバックアタックなんだよ。ああ、一応不意を突かれたからか。知って超食らった。ちょっとスキップはカットして、弱点あったな。ライジングガンダムで回復しましょう。メビウスブレード、メビウムブレードか。よし、いけー。マジかー。どうしようかな。ヒールレインか。メテオ使って、こいつあれだ、 SP がない。マジか。弱っ。え、全然効かねえんだけど。バズネスゴッドスラッシュ、ゴッドスラッシュでいいか。ライジングガンダム、どうする。一応メテオでメーターは貯めるか。早い。2 いてぇ。やっぱザンだな。ザンが効く。ゴッドスラッシュにユニコーンは常に回復したいからな。使おう、スピリットタブ。とりあえずディフェンスするか。いっていって、死んだ。ゴッドスラッシュのこいつ残ある。ああ、メビウスブレードか。復活キット、あ、痛い。結局やられる。メビウスブレード弱いんだけど。しくったな。こいつを連れてきた意味がない。ちょっと復活キットまた使わなくてな。2回攻撃されると死ぬな。ヒールレイン、そうすると残属性で一番強いやつ、ドラゴヘルクロー。ほい、お、260当たった。よしよしよし、いって。ここはもう一でラッシュ、ラストスパートだ。爆熱ゴッドスラッシュ、これをドライブオンにしよう。こいつはビームトンファー、メビームブレード、ドラゴヘルクロー。憎しみを振りまいて、なんなんだあんたたちは。わぁ、ミスったー。一発当たった。ハッヘア。
ルパン超いいね。スペシャル最高。ダッダッ。よしよし、結構当たるな。お前と遊んでいる暇はない。はあ、オッケー。ちょっと一瞬苦戦しましたけど、まあなんとか倒しましたね。え、リボーンズのチップはくれないの？やったか？また戦うのかあいつか。ところがリボーンズガンダムは息を吹き返した。そして再び立ち上がるとヒーローたちを襲い始めた。ガッ！復活した？う、能量支配が。まさか。だがリボーンズガンダム、お前だけは俺が倒す。うおリボーンズガンダムは銀色の金属破片になって砕け散った。これはやはりリボーンズガンダムもエルスの擬態だったのか。そういうことか。さすがに驚いたな。とにかく太陽炉を探しに行こう。おい、場所はわかるのか？この先に監視室がある。そこに行けばこのエリアの状況がわかるはずだ。行くぞ。太陽炉奪還作戦、というところですけれども、ちょっとリボーンズとの戦いでだいぶ消耗したんで一旦帰ります。はい、というところで、まあエルスが出てきて、一応ダブルオーはいたっちゃいたけど、まだ仲間にはなってないですね。では次回ですね、また研究所の奥まで行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。